では続きまして、アスカ先生いつもエクストリームサイエンス拝見し出張のストレス解消になっています。お良かった。へえー、<laughs> そっか。ありがとうございます。うん、質問に猫の話を混ぜましたって。え<っ>？えー、猫。ちょっと先読みましょうかね。おお<う>。えー、地球内あるざるに猫が住んでいる。 前提ですが、月面エイリアンのアルザル人と一緒に住んでいるのでしょうか。動物たちもアルザルの人と同行していると思いました。先生の考えをお聞かせください。るええー、アルザルに猫が。いや、あのね、これ笑えないんです。あの実は猫っていうのは、まあ猫飼ってる人はわかると思うんだけど、必ず箱見聞とするんですよ。例えば。 ね、某アマゾンから送ってきた荷物を開けてると必ず猫はね中覗きに来るんでそうですね,ですねで全部中出しちゃうと中へ飛び込んじゃうんで袋を置いてると袋の中へバーンと飛び込んでくる確かに要は何言ってるかというと例えば旅行行こうと思って昔の人をね例えばですよ船積みか何かでも何でもいいや期限前でもいいんだけど、うん、こう旅行のために準備してるとね 猫が入り込むんですよ<ー>だ要はな、ね、土地でニャーニャー鳴くから開けてみたら猫がいたっていうことで人間と共に移動するんです猫って、はい、そういう戦略なんですね猫は。はい、<laughs> <laughs> 犬と全く違うところは猫というのは箱の中に入って人間がパッキングしたものと一緒に移動していって、うん、世界拡散していくということはあるざおであれ何であれ <laughs> だいたいパッキンの中に入ってて、人間がいるところには猫がいるんです。もしかして次にもいますよ。猫がウサギだっているんだけど <laughs> いやいやまあまあ。ただねこれね、まあの一応ルーツが分かってましてね。もともと猫というのは今の家猫あえて山猫じゃないですよ。家猫、うん、山猫はね人に馴染みませんから。はい、入りおもて山猫も絶対人に馴染まないです。うん、唯一 なじむ、まあ、家猫って全部なじみますよねこれリビア猫って言うんですよリビアリビアにいたいわゆる山猫が人間と一緒にいるという戦略を立てたと言われてるのね、はい、<laughs> あの特徴が全部すべてリビア山猫が元でいろんなか猫とも犬もそうだけど 品種改良いくらでもできますからねだからシュリーは何であれ猫は猫なんでその元は全部リビア猫なんですよ、はいうん、こいつが賢くって人間の家のところへ潜り込んでいくんです